皆さんこんにちは、ベストでございます。ケンチンさんの小生録のね、81回目やってまいりましょう。で、今回はね、貢ぎ物で、5人で6、70まで行けばいいんかな。上がりが悪いな。基本的にやっぱりちょっと馬が合わないっていうのもあるんで、まあある程度兵力減ればもう諦めて落としましょう。70、うんね、で次で70ぐらいかな。もう5ぐらいしか上がらんでしょ。おお、10上がる。そうやね、兵装を見つかえちゃおう。はい、よいしょ。連発でね、来れば非常に楽なんですけどね。強くなってる神保さんが。よし、ああ、めっちゃ減った。
出てこないからね。龍造寺さんはどっちかいうとあれやな、今九州を抑えに行こうとしてるか、本州に渡らずにね。
戦か。ここはね、うん、米がもう絶対的に減らないから、ね、誰でもいいんだ今のね感じだったら。
出れないんだね。あ、おじやさんがね、もう89まで中性度上がってる。そうやね、北陸方面はもうおじやさんに任せて行きましょう。あ、どうしようかな。ここちょっとやろうと思ったけど、時間がね、来ちゃいましたね。6000か。そうですね。じゃあちょっと、水着物とかもあるから、また、それは次回にしましょうか。今回はここで終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは、さよなら。